いつもご視聴いただきありがとうございます。そしてこんにちはこんばんは、グリーンバイブスマンです。グリーンバイブスマン、今日は観葉植物についてすごく嬉しいことがあったので、それをちょっと動画にまとめてみました。本当に神降臨ぐらいな勢いで嬉しいので、ぜひぜひ動画をご覧ください。それではどうぞ。ということで、何が嬉しい出来事だったかというのをこの開封の儀の動画を流しながらご説明しようと思うんですけれども、僕のこのグリーンバイブスマンの YouTube を、いつも見てくださっている方が、インスタグラムフォローしてくださって、でなおかつある日 DM をいただきまして、でその DM の内容がですね、僕が動画内でいつもモンステラの斑入りを探しているというのを覚えていてくださったようで、今年仕立て直して、手放す予定のものが2つありますと。でもしよろしければ、グリーンバイブスマンさんに、差し上げたいなというふうな連絡をいただきまして、なんとこのモンステラの斑入り、モンステラバリアガータをプレゼントしていただきました。めちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。もう本当に神降臨っていう感じですよね。めちゃくちゃ嬉しいです。その理由として動画に出会って、観葉植物のさらなる楽しさと、あとはその知らない品種の魅力を気づかせてくれたっていうこと、再熱を、きっかけを与えてくれたっていうことっていうふうにいただいたんですけれども、本当にそれがすごく嬉しくて、なおかつこのような形で、プレゼントしていただけるなんて夢にも思っていなかったので、本当神様と讃えたいと言いますか、神様と呼ばせていただきたいです。本当に感謝してます。ありがとうございます。とても親切な方で、その2つモンスターの斑入りがありますよと。で、どちらを選んでいただいても結構ですということで DM で、写真をいただいたんですけれども、1つがこちらで、あと一方の方が、もうちょっと大きいものだったんですけれども、ここはもう欲張らずに、なおかつ自分で成長させていく楽しみも含めて、僕はこちらを選ばせていただきました。本当にありがとうございます。大事に育てたいと思いますので、ぜひこの YouTube チャンネルでまたどんどんこの成長の過程をアップしていこうと思いますので、ご覧いただければと思います。はい、そして、まだ、こちらのモンステラ斑入りの、全貌が明らかになっていないと思いますので、ぜひこの開封の儀の動画お付き合いください。そして、その開封の儀の動画の後にはですね、僕が、どんな鉢がいいかずっと悩んでたんですけど、欲しかった鉢に植え替えて、いますので、それも楽しみにしててください。それでは全貌を楽しみに。はい、全貌がこちらでございます。めちゃくちゃかっこいいですね。本当に嬉しい限りでございます。葉っぱもきちんとこうパリッとしていて、そして穂もねきちんと入っていて、素晴らしいモンステラバリエガータだなと惚れ惚れしております。大きな葉っぱが2つついてるモンステラ斑入りをいただきました。ありがとうございます。こんな感じの全貌でした。はい、そして、この大きな葉っぱが2つついてるんですけれども、後ろの方にはですね、後ろにこうぐるっと回ってみますと、新芽が出てきそうな状況でしたので、きちんと管理して、きちんと大切に育てて、この新芽を早く、見てみたいなと思いますので、大事に育てていこうと思います。で、置き場所いろいろ悩んだんですけど、僕はこの、壁とテーブルの間のところでフィカスティネケの隣に置くことにしました。こう斑入りの植物コーナーみたいな感じ、2つしかないですけど、ここに置こうと思ってます。
はい、で植木鉢もチョイスしてきましたのでご覧ください。ドン、こちらですね、僕がずっと欲しかった植木鉢なんですけれども、これはメキシコですね、メキシコの、グアナフォト焼きっていうものですかね、の、植木鉢になります。かなりサイズは大きいんですけれども、この植木鉢の中に実際にはスリットポットに、このモンステラは、植わってるんですけれども、で上に、麻布ですかねを置いています。まあ、実際に土を乾かせたい時にはサーキュレーターでやってるので、土の表面を乾かせたい時には麻布は外してますけど、でこんな風に、ピンクプリンセスも置いてここら辺をちょっと斑入りコーナーにしてみました。いかがでしょうか。めちゃくちゃお気に入りすぎてマジでやばいなと思ってます。でまあ、土はこんな感じで、特に化粧石とかはせずに、麻布をかけてしまうのでそのまま、まあ、通気性のすごいいい土を自分でミックスして、作りました。こんな感じにディスプレイさせていただきました。ありがとうございます。このグアナファトの、植木鉢もめちゃくちゃいいですよね。かなり大きいんですけど、こっちがちっちゃいバージョンのものですね。これを見つけた時に大きなのが売ってて、いつかこの大きなものが合う植物を欲しいなと思ってて、部屋に置きたいなと思ってたんですけれども、ようやくその時が来ましたので植木鉢も購入してしまいました。はい、ということで、今回は素晴らしく嬉しい出来事があったのでこのモンステラ斑入りの、動画をお送りさせていただきました。本当にありがとうございます。そしてもちろんいつも YouTube、ご覧いただいている方、コメントくださる方本当にいつもどうもありがとうございます。観葉植物を通してこうたくさんの方といろんな意見交換があったりとか、観葉植物のいいところをシェアできることがいつも、幸せに感じています。これからもグリーンバイブスマンをよろしくお願いします。そして、今日も、この動画を見てくださってどうもありがとうございます。動画が良かったと思った方、楽しかったと思った方はぜひ、高評価チャンネル登録もしくはコメント等よろしくお願いします。インスタグラムもやっておりますので、概要欄の方でぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。